皆さんこんにちは。古墳から古代の人々の心を読み解く世界の墳丘から、本日も 5+1975 がお送りします。まずはこちらをご覧ください。こちらは日本の前方後円墳をその規模の順に並べたものなんですけれども、皆さんよくご存知、大阪府堺市の大仙古墳、仁徳天皇陵古墳を筆頭に、モズ古市の古墳、一部大和の古墳と続いているのですが、よーくご覧いただくと、第4位と第10位に吉備地方、岡山県の前方後円墳が含まれているんです。続いてこちらは代表的な前方後円墳を築造時期、地域別に示したものです。3世紀から4世紀は大和が中心で、5世紀にモズ古市で巨大前方後円墳が作られるようになり、6世紀になると徐々に減少していくという流れの中で、ここでもやはり吉備地方で継続的に前方後円墳が築造されているということがお分かりいただけるかと思います。しかも、モズ古市で巨大前方後円墳が築かれている時代に、遠く離れた吉備でも同規模の前方後円墳が築かれているんですね。大和や河内地方だけでなく、吉備地方が古代史を語る上で決して無視できない強大な存在であることがお分かりいただけるかと思います。そこで今回は、吉備の巨大前方後円墳、全国第4位の規模を持つ造山古墳について見ていきたいと思います。造山古墳のスペックはご覧の通りです。埋葬施設等は詳細が分かっていないのですが、葺石、円筒埴輪列、景勝埴輪が存在していたことが分かっています。それでは実際の墳丘を見ていきましょう。こちら嬉しいことに宮内庁からの事情はありませんので、墳丘に立ち入ることができます。巨大前方後円墳はそのほとんどが立ち入りできませんので、造山古墳は立ち入ることができる日本で一番大きな前方後円墳ということになりますね。前方部の脇の部分からね、墳丘に登っていきますが、このように道が整備されているんですね。そして前に見えるのが後円部なんですけれども、とにかくでかい、そして高いということがよーくお分かりいただけるかと思います。そして後円部の墳頂につきましたが、ご覧ください、この広さ、めちゃくちゃ広いですよ。これが全国第4位の前方後円墳なんですね。いやー、思わず興奮してしまいます。この巨大前方後円墳が大仙古墳が築かれる前に吉備地方に築かれていたわけですから、やっぱり吉備の存在は無視できませんよね。そして今後円部から前方部を見ていますが、いやー、これもすごい迫力です。墳丘に登ると改めて吉備の力の強大さを実感することができます。最後に気になる被葬者なんですけれども、そのヒントが前方部の端に隠されておりました。こちら前方部の端には神社が祀られていまして、そこに石棺の身と蓋が安置されているんです。こちらが石棺の身の部分になるんですけれども、この石棺は造山古墳の石棺とも、近くの別の古墳の石棺とも言われているようでして、真相は不明なのですが、阿蘇の凝灰岩でできているということで、この古墳もしくは近隣の古墳の被葬者が遠く阿蘇とも交流があったことを示しているんですね。ここ吉備地方は確かに瀬戸内海の海路の要所ですから、それだけでも十分にロマンを感じます。そしてすぐそばには石棺の蓋の部分が安置されています。こちらはまあ残骸になってしまうんですけれども、直古文という文様が刻まれた跡があるようでして、これが九州地方の石棺の特徴ということで、身の部分と同様やはり九州で作られたものなんでしょうね。
内側にはですね、ベンガラの赤い色も残っているようでして、いやー、現代でこそ九州も岡山もそう遠くはありませんけれども、5世紀ですからね。そんな時代にも距離を超えたつながりがあるなんて思わずゾクッとするような感動を覚えます。当時の物流についても別の機会にいろいろ調べてみたいですね。また周辺には造山古墳の梅鳥と考えられる古墳が6基もありまして、中でも梅鳥5号墳と呼ばれる専属古墳はですね、吉備地方でも最古の横穴式石室を有しており、こちらの石室も熊本県を中心に見られる肥後型横穴式石室と呼ばれるタイプなんですね。またまた九州地方ですよ。造山古墳被葬者の謎の一つのヒントかもしれませんね。そんな造山古墳の被葬者について、橿原考古学研究所の伴康先生は、著書の中でご覧の説を述べておられます。1番から4番については他の研究者の方の説を引用されており、伴先生ご自身のお考えは5番ということなのですが、造山古墳は吉備地方に大和や河内に匹敵する勢力が存在していたことを証明するものですからね。私もやはり伴先生の説を支持いたします。造山古墳のすぐ麓には造山古墳ビジターセンターという施設があります。こちら小さな建物なのですが、中には造山古墳や吉備地方の古代史に関する説明が非常にわかりやすく展示されているんですね。これは本当に素晴らしいです。岡山県は古墳の数も多く、 PR の仕方がとても上手です。古墳を説明する資料もたくさんもらえます。皆さん、これからはやっぱり吉備ですよ、吉備。皆さんもね、吉備で古墳を堪能して、吉備団子を買って帰りましょう。以上です。